こんにちは、ともです。調子乗ってメイクの動画を作ったんですけど、ちょっと意外と周りの人に喜んでもらえたので、今日は紫色ベースの本番用、ステージ用のメイクをやっていきたいと思います。今ファンデーションを塗って眉毛を描きました。あ、その前にパックもしたかな。ここまでの過程が気になる人はこっちの映像を見てください。さあ行こう。今日は紫ベースということで、こちらシュウエムラのアイシャドウを使っていきたいと思います。まず紫の方、両方紫や、明るい方をアイホール全体に広めに塗っていきます。反対もこんな感じかな。もちろん目の下も。久しぶりに濃いメイクする気がする。こんな感じ。そしてこちらの濃い方、色が深い方ですね、目の真ん中から外にちょっとくの字になるようなイメージで、こんな感じ。反対もで、左右のバランスをしっかり見て、ちょうど目の本当に真ん中ぐらいから外にかけていい感じ。目の下のところ、外側、これ人の目の形によると思うんですけど、真ん中ぐらいからやった方がいい人もいるし、ちょっと端の方やったりとか、やりながら合わせてみてください。ポイントなんですけど、目を濃くするんだったら眉毛も絶対濃い方がいいので、アイシャドウを塗った時に眉毛のバランスしっかり見て濃さを足したりとかしてみてください。眉毛はしっかりあった方がいいと思います。ちょっと下塗りすぎた気がする。そしてアイラインはおなじみケイトです。この間アイラインを目の真ん中より外側から引いたんですけど、受けた受けた。今日は全体に心配やから手前の鏡を使います。いい感じ。あ、今このままだとアイシャドウの紫が結構しっかり紫ですっていう感じなので、ハイライトでぼかすようなイメージで、ちょうど眉毛の下あたりですね、ささささささと結構指でやりがち、境目を曖昧にするような感じです。そして前に眉毛からここにつなげるノーズシャドウになるような説明をしたのですけど、ローライトを使いたい場合はこれおすすめです。これをさささっと鼻筋あたり、塗りすぎたらちょっとやばいかも。まあでもステージやからいいか。私はローライトはここだけです、使うの。そしてチークはこれ、これをちょっとこの辺、この辺で、さっき登場したこのハイライト、目のちょっと下下で、おでこ、おでこで、鼻、この辺に塗ります。マスカラ忘れてた。そして今日は紫ベースの目にしてるので、口紅はこれ、ボビーブラウンの口紅って綺麗、めっちゃ好き。これを適当に塗ります。こんな感じ。私が大事にしているポイントの優先順位は、口紅1番、眉毛2番、アイシャドウ3番です。あ、なんか違う気がする、こっちかも。よし、できた。ピアスはゴツ目をつけがち。ということで、紫ベースのステージ用、本番用のメイクでした。今回も照れながら頑張ったので、高評価とチャンネル登録をお願いします。見てくれてありがとうございました。バイバイ。